皆さんこんにちは。株式会社ハレリア代表取締役社長のトモハッピーこと斉藤トマルと申します。この動画はマジック専門店ハレリアの出店場所の報告の動画となります。というわけで皆さんぜひ、新店舗の場所がねどこになるのかっていうのを予想していただきながらご覧ください。予想のねコメントをどんどん打ってもらえたら嬉しいんですけど、あるいはねリクエスト、次に向けたリクエストっていう形でもいいです。ハレリア、47都道府県に出店するのをね大目標として走ってますんで、よかったら、次の出店場所の参考になりますんでリクエストもいただければ幸いです。ちょっとね発表まで少し時間置きたいんですけど、どこ予想される方が多いのかなっていうすごい、ね、気になるところなので、まずですね今回秋葉原店の発表から2ヶ月経ってないんですよね。まだでですね、秋葉原店無事オープンさせていただいたのも先週末なんですよね。まだ数日前、まあちょっとね皆さん今までより出店ペース突然早くないって思う方も多いと思うんですが、まあまあその辺もね理由なんかも発表後に語りますんで、ひとまずね発表いっちゃいます。はい、今回マジック専門店ハレリアがオープンする第9号店出店場所は宮城県仙台市です。はい、ということでハレリア仙台店もよろしくお願いいたします。どうしてね仙台かっていうと、それはもうねリクエストをたくさんいただいたからっていう、利益順というよりは使命感重視の出店といいますか、今回はそんな感じなんですけど、仙台のねプレイヤーの方がこうよく集まる場所、あるいはカードを売り買いする場所っていうのが直近で減ってしまいまして、まあ、東北って正直マジックが他と比較するとあんまりマジック盛り上がってない地域なんですよね。そんな中一番の都市である仙台で、要は一番盛り上がってた、一番マジックに力入れてたお店がなくなってしまって、これじゃちょっと仙台でマジックやりづらすぎるよ、ハレリア出してっていうご要望をねたくさんいただいた流れだったんですよね。仙台とか東北自体は今後マジックがねまだまだ盛り上がる可能性を秘めてるのに、今マジック全体盛り上がってってる中、遊ぶ場所減って、今せっかくマジックがいい状態なのに、その仙台とか東北においてはそれが弱まっちゃうっていうのはすごいもったいないことだなと思いまして、誰かが仙台にお店作った方がいいとは思うんだけど、それって誰なん、あるいはどこの企業なんていうのを考えたら、やっぱり意の一番にハレリアがやるべきだなっていう風に考えてまして、優先度をね上げて仙台のテナントを探していたところ、仙台のいいテナントがあったので、今回秋葉原から間もないんですが仙台出店を決めました。お店のアピールポイントとしては、やっぱり仙台駅から歩ける距離で、で一番のね繁華街のエリアに出しますんで、立地アクセス面では使っていただきやすい場所になります。駐車場もね周りにコインパーキングとかありますんで、かなり交通のアクセス的にはいい場所に出店する形となります。2つ目、少なくとも50席以上で、しかもゆったりサイズのテーブルでね、静岡店から広々テーブル試してまして、今回ね仙台店も大きめテーブルでやらせていただきます。店自体も結構広いです。ゆとりがある店内にできる予定です。まあ、この2つがね主なアピールポイントで、もちろんハレリアなのでマジック専門店だし、毎日イベントもあるし、皆さんにとってマジック売り買いしたり遊んだり、まあ、より便利な場所が増えるっていうことで思ってもらって大丈夫です。ちょっと出店ペース早くないっていう話については、今期が始まる段階でもう今期は最低3店舗いければ5店舗6店舗みたいな、最低限3店舗は最低限、もうこれは自分たちでノルマだと思ってるような数字が3店舗で、目標としては5、6店舗を出したいっていうのが今期の目標でもあるので、大目標であるね47都道府県への出店へ向けてまたね一つ足を進めたご報告でした。今回もハレリア仙台店のオープニングに際し、一緒に盛り上げてくれる
オープニングスタッフを募集してます。そちらはね、興味ある方はぜひ概要欄から、はい、詳細見てください。お願いします。はい、というわけで仙台店出店のご報告だったんですが、皆さんにね、普段からいただいているコメントやリプライなど、まあ、ここにハレルヤ出してほしいっていうねお声は、まあ、今回なんて特に強く参考にさせていただく形になったんですけど、普段からね、全部返信とかはできてないんですが、しっかり見てしっかり参考にさせていただいてますんで、ぜひね今後ともハレルヤにご注目、あるいはリクエストなどよろしくお願いいたします。こうやってハレルヤがたくさん出店してマジックの盛り上げに尽力していけるのも、本当にたくさんの方が普段からハレルヤをね使っていただいているおかげに他なりません。この場を借りて改めてお礼申し上げます。皆様いつもありがとうございます。はい、というわけで株式会社ハレルヤ、今後もねその足を止めることなく頑張っていきますんで、皆様応援のほどよろしくお願いします。今日はハレルヤ代表の斉藤がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。マジ